こんにちは、プロトリフチャンネルです。かわいい花でしょ、魚竜梅という植物です。梅とついているからって梅の仲間かと思いきや、ね、花が似てるので魚竜梅という名前がついていますが、梅の仲間かと思いきやこれは全く種類が違う太ももかという仲間の植物です。日光が大好きですからよく日の当たるところに置いてください。水、これが一番ポイント。絶対に乾かしてはダメな植物です。かといって鉢皿に水溜めとくのもダメですから、水は乾いたらすぐやってください。一番気をつけなきゃいけないのは、葉っぱが水が切れていて葉っぱが落ちないでそのままついているというのが一番悪いのです。このようにやって葉っぱが落ちてくるようであればもう完全にアウトですから、水やりの方しっかりと管理をしてください。そして肥料は春と秋に緩効性の肥料を置いてやるという程度で、特別難しいことはないんですけど、水やりだけ気をつけて育ててほしい植物です。